待って係りが離れました。スタートしました。ばらつきました。12番ベストリー・ガードがポンとコースタートを切りました。その外15番のワールドコネクターもスタートダッシュを決めています。さあまず足元ダートに変わったところで。 12番のベストリーガードそのまま行くかしかし、内から2番のクロデメニルこちらがわずかに出てこの間4番ラブパイロー3頭が広がっていきました1馬身半差15番のワールドコネクター4番手やや内に入っていきますそのうち8番のバレルゾーンが続きましたそれらをやって2馬身差10番のコンシリエーレ先団の後ろですそのうちから9番のペーシャエスさらに内から6番のセッカチ・ケーン並んでいきました1馬身半がいて13番コパノニコルソンは中段かなり外目ポツンと言っています3コーナーナ います3馬シンがいて11番のカフェカルマインコースは5番のラインオブソウル2頭並びましたその後は4馬シン5馬シンがいて3番ヘラルドバローズ800を切りました7番の鈴鹿典キタイあとは2馬シンがいて14番丸打つプライドおしまいから2頭目3馬シン差1番のエルパスが最高峰です前は第4コーナーカーブに入って600を切りました横に広がっていますが一気に外から15番10番のコンシリエールが仕掛けていくさあ第4コーナーから直線12番のベストニーガードわずかに先頭かそののうち2番下 残り400標識にかかるところで外から10番のコンシリエーレジョッキーを追い出して一気に先頭に変わって坂を駆け上がるこれを追って15番のワールドコレクターが2番手を伺かがって内に入って前を追っている外からは11番のカフェカルマが追い込んでさらに外から3番ヘラルド・バローズの追い込み200はすでに切っている抜けた10番のコンシリエーレ1番、真半リード1 1番のカフェカルマさらに外から3番ヘラルド・バローズが追っているが10番コンシリエーレカフェカルマコンシリエーレだ、好コンシリエーレわずかに押しった 切りました際どく迫って11番のカフェカルマに着。